のやば、お久しぶりということね。はい、そうなんです。こんにちは、こんにちは、こんにちは、さっきはありがとう、こんにちは、おびめひなちゃん、こんにちは、お疲れ様です、こんにちは、こんにちは、りかちゃんの声、こんにちは。やり方忘れた、ショールームのね、やり方忘れたでしょ、ショールーム大人っぽい感じ。どうもこんにちは、こんにちは、待ってました、こんにちは、こんにちは、こんにちは。やばい、読み上げ機能みたいな人いるやばいやばい。私ってさ、ネックレス好きじゃないんだけどさ、何してんの今日なんで嫌いかって言ったらさ、まあ首がなんか締め付けられる感覚に陥るからっていうのと、本当昔から嫌なんです、ひなたは首周りに何かあるのが。本当にそうあとこのちっこいやつが取れない、しつけれないだから今日朝あんなに急いでる中つけれたの本当に奇跡だと思ってて、実は取れないんだ。うん、取れないくなっちゃった。そういうこともあるよね。うん、そんな日もあるよね。なんでつけてるんですかって、いや、なんか寂しいかなと思ってかわいいふふふんじゃないよなんかね、私ね、昨日言われたんだけどね、メイクさんに、うん、あの MV 撮影の時に、あの泊まってたところに大きいお風呂があったの。そしたら、うん、あ、衣装さんにあったんだ、うん、そうで、衣装さんにあって、それでなんかその時のことを話してたら、なんか本間さんっていつもなんか鼻歌歌ってるんですかって聞かれて、うん、結構気まずかった。どういうこと？なんかね、あの私大浴場でメイクさんとか衣装さんに会う確率がめっちゃ高いの一緒のタイミングで行くからメンバーには全然会わないのにいや、私もだって大浴場行かないでしょ。行かない。部屋にお風呂ついてたら部屋で入っちゃうタイプ。あばし、行かないでしょ。でもひなたは行くの。ひなた行きそうひなたお風呂好きそう。うん、そうなの。でも多分私が鼻歌歌ってる時は、あのどうにか頑張って生きようとしてる時なんだよねだってルンルンな時じゃないんだ。そう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 、だってさ、ルンルンな時だったらさ、まださ声はさ出さない、もうどうしようもない時にもう人がいても構わず歌っちゃうんだよ。あ、歌うしかないね。そう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 、自分で自分の機嫌を取って生きるしかないみたいな。何？ありがとう。それはもう自分で自分の機嫌取れないから周りが努力してくれと言ってもそういう場合も大切だよね。これめっちゃ美味しいので食べてくださいしかもこれ自分で買ってないマネージャーさんが半紙祭りの時に差し入れしてくれたやつを誰も開けなかったから、ひなたが最後に持って帰った。何それ、グミ？めっちゃうまいの。シャリッとしててモニッとしてるグミ、シャリモニグミ。何それ、人見知り、いや人見知りとかじゃなくて、普通に何だろう、なんか人見知りももちろんあるし、潔癖ももちろんあるし、なんかいろいろな理由で大浴場にはあまり行かないだから温泉とかあんまり、入った方がいいシチュエーションでもあんまり行けない。ゆかちゃんは大浴場は絶対に行かない。だって行ってるの見たことないもん、うん、加入してから。うん、なんかマリちゃんとかは結構来てくれる。うわ、来そう。あとレイニャ、レイニャとアイニャは一番来る。あとノエ、うん、そこの3人は絶対に来てくれ、うん、あとアユとモフとかも行かない。行かないね。うん、ユカちゃんとマリちゃんは言ったら来てくれる。うん、あ、自分が呼ぶんだ温泉の人だ、じゃあ、はい、めっちゃひなた入りそうだもんな。温泉の人やらせてもらってます。
でも行ったら大体レイニアとかいるから、うん、そうレイニアに化粧水借りたりとかよくしてる。いやでもそういう人生の方が楽しいんだろうなと思ってるよ私は。あとツグも絶対来ないね。うん、来なそう。うん、意外と真っ二つ。ツグも来なそう。基本引きこもりだしね。あと朝風呂入ってるから。あーそういうタイプか。朝外の時は、家の時は一回も玄関で全部脱がないと気が済まないから、そのまま風呂に直行する時もあるけど、うん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 、確かに細かいこと気にしない人生。いやそうなんだよね、絶対その方が人生楽しく生きれるんだろうなって思ってるけど。でも無理だよ。あれなんか高みの見物の人からないって言われました。無理なの。私ももう気づいたから、自分は、うん、あの気にしちゃうって。気にしちゃうタイプ。私はよく一日の中の会話で失敗したなって思った時とか、風呂の中でもう一回喋る。やば。同じ会話繰り返す。ウェブじゃん。で一人でこう言えばよかったなっていうセリフ言う。やっぱ変わってる。 NCT って変な人しかいないね。のりがツイートしたんでしょ、 NCT って変な人しかいない。でもその中にひなたいなかった。いるよ。全然いるからね。ひなたは変な人だよ。いや、アイドルとしてはめちゃめちゃあのあれかもしれないけど、もうね普段を見てたら、うん、ちょっと変な人だよね。うん。変な、なんか普通の人っていないよね、ほんと。なんでなんだろうね。普通の人ってほんとにいないんです、NGT は。うん。どうしちゃったんだろう。だってさっきもね、リリカちゃんのオンラインおしゃべり会のレポ読んでて、ちょっと NGT 味を感じたもんね。わかる、リリカちゃん変な子だなって思う。一番変な人代表は夢だよ。は？絶対違う、まともな方だろ私。リカちゃんはまとも。ほらリカちゃんはあの変人ではないね。ほら、うん、聞けお前ら。マジでリカちゃんのこと変人とか言う人はもうこの世の全ての頑張ってる人が変人だと思う。ってことになりうるよ。本当に。本当だよ。マジで私まともだから全然。だってはるかとかいるんだよ NGT って。もうリカちゃんがいなかったらはるかどうなっちゃうの。そうだよ。シク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 。そうね。昨日のすごかったな、改めて。うん。だっておつぼねにさ、箱持たせるってやばくない？あ、入ってない人はまだ見ててないから分かんないかもだけど、うん、なんかアーカイブあるらしいのに見てください、うん、出たら。本当に最悪だよ、あいつ。最悪の世代。はるか村は変人というより奇人。確かに。確かに。人狼ゲームで言うとさ、狂人タイプだよね。うん。ね。だっていきなり悪魔憑依するし。へへへって。へへへへ。やばすぎ。アーカイブ見たんだけどさ、やばすぎて一回そこで閉じたもん。やばすぎてね。空気凍ってたよね。なんか、ななみの顔が。ななみとちかちゃんの顔がなんか予想もしてなかった出来事みたいなのがめっちゃ可愛かった。可愛、うん、い、ななみって可愛い。大ゲームを売りまくれ。大好きだ。アーカイブ出たら絶対一番に見よう。夜公演のメロンジュース。
メロンソーダメロンジュースだ今だからメロンソーダはさっきリカちゃんが飲んだ飲み物です。メロンジュースでサイリウムをフェリマクレっていう煽りだから私も今度やれる機会があったらサイリウムを振りまくれおいおいおい、あ、腹が出てるやん、気づいちゃった腹どこでやってくれ、楽しみそう思ったら急にドキドキしてきたそれで笑い転げてる自信がある本当にやりたい。でもその時にはそこだけ斜めに言ってもらいたいかも知らない、だから一緒に言いたい分かる、この斜めって本当に重いんだよ、斜めいいな、今日元気かな、ね、今日元気だといいな、うんうん、みんな今日元気だといいな、マリナがリカがいなくて寂しがってそうだな、確かに泣いてそう、やっぱりマリナはリカがいないとダメだからな、うん西潟県の人やっぱ俺がいないとマリナはダメだからな西潟県の人でいらっしゃってですかね、嫌なって言いながら絶対かまってくれる、確かに優しいよ、うん、優しい、いいやつなんだよいいやつ、いいやつ、かっこいい、うん、でもみんな3期生のオンラインとか行ってるのかな、行かないでって言ってるよね、だって行かないでって言ってるよ、ひなたは寛容だから DD 許してくれるかもしれないけど私は許さないよだってさ、DD ってさ、うん、何言ってもさ、もう行くもん、あ、もう諦めてる、うん、だってなんかそんな中途半端な気持ちで一押しですとか言われてもそんな嬉しくないし、うん、ほらほらお前ら耳のカッコちょっとよく聞け大事だけじゃないんだよ、あのちゃんとあの心から一押しをやってくれてる人は、うん、なんかそんな DD じゃないよとか言わない、言わない言わないなんか当たり前に押してくれてるから私たちはそれは当たり前じゃないと思いながらありがたく感謝してる、でもさこれでさもしさ今度卒業しますとか言った時にさなんかいにしえの記憶の人たちがさ現れるのもさ見える、あー分かる分かる、今までどこ行ってたみたいな人たちがね、最後だから来たあずっと来いや何を最後だけ最終回だけ見るやつだやん、確かに確かにそうだね、うん DD です、でもリアルイベントが始まってからあのいにしえの人たちちょっとずつ見る、わかるわかる、なえ来てたもうとっくに違う界隈に行ったかと思って、そうだから忘れられてなかったんだってちょっとほっとしたもん、うん、分かる分かる、嬉しかった、そうなんだよね、もちろんずっと来てくれてる人のことが一番好きだけどね、だってあたしもそういにしえの人でごめんって、うん、いにしえの人の自覚あるならもっと来いやいにしえの人はウケる、いにしえの人だでも今度来るって言ってたもんね、コメント欄でね、うん、信じてるから古来より伝わりしにしえのオタクたち でも、うん、そうなんだよね、もしあのお話ししてくれるんだったら別に DD でもいいんだけど、確かになんか DD のことを引き泣かしてきて悲しませようとしてくる人は嫌い、確かに
あとなんか変に止め、なんか DD を怒ってほしい人もなんか怒ってくれる人のところに行ったらって思っちゃうかも。え、わかる、怒んないもんだって別に、うん、別に他のメンバーもさ魅力がいっぱいだからさ好きになるなんて当たり前じゃんね、うん、そんなさグループ見てたらさいいなって思う子いっぱいいるの当たり前じゃん、うん、だから別になんかそこに申し訳なさを感じてるのは好きじゃないってこと悲しい、ふわー、確かに楽しい話してくれる人っていいよね、うん、リリンなら楽しい話しろって思う悲しませようとしてくんなって思う。だそうです、申し訳なさしかもなさを宇宙の方のなさにしてきてしょうもないぞでもこの人あの最古のリリンです最古の、うん、最古の、最古の DD、 うん、あの清田氏最古の DD だ、うわー最古の DD だ、だから申し訳なさとか言ってますよ、うん、なんかもう張り倒そうあいつなんかうちわとか当たってるの全員の昼公演の全員のうちわ終わったら夜公演でこうやって持ってるからね、わかる、なんか笑顔でね張り倒そうだよ一回ねおこっち来たやないか、リカちゃんなんかピンポン玉みたいだね、あんた会話のともにリカオさんでしょうもないこと言うな、ひなたのショールピンポン玉のような DD 名、箱推しが DD にされてる、箱推しは箱推しが、だ箱推しですよって言ってる人だったらいいよ、うんうん、清田、あとピンポン玉にしたよ、名前あ人だ確かにね、ピンポン玉かいいね、でもなかなか捕まえられないからね、ピンポン玉ってポンポンしてふっくらなんだね、めっちゃ軽いんだろうね、だから風で浮くみたいなドライあるよねそういうようなイメージあれキャッターさんだから確かにでも確かにね、こんなにおもろいグループ他にないと思うもんな、うん NGT って変だよね、個性豊かでね、うん、推し以外には気になってたから来ましたって言ってる、え、それって何、どうなん、なんかいや、なんかリアルな恋愛できないだろうけど、リアな恋愛したら絶対浮気しそう笑うしかない日だったリアルな恋愛はできないだろうけど、したら浮気しそう、気になってきました、だって気になっちゃうでしょ、好きな人がいても無理、私は嫌、そっか、でもまあ別に気になるの部類がなんかパフォーマンス見てなんか気になってきましたとかがいいな、初めて食べますこれ、そうなの、うん、なんでそう、ずっと食べたくて、なんで食べなかったの、今まであったよ結構な日、うん、あったんだけどなんかずっと機会なくて、うん、食べたことなかった、いや機会しかなかったよ、なんで食べなかったの、すごい、いい会いる時も入れてましたよね、うん、え、ね、これ入れてないかな、いや、いなたいる時にあったよ、ええー、いつだろう、いや、あったあった、全然あった、初めて、初めてじゃないかもだけど初めて、なんかリンゴ飴の砕かれたやつ、これさ飴の方から食べたらさ歯にさガピガピつくかな、え、どうだろう、今虫歯あるんだよねあんまり言わないでそういうこと、人思いに言ったらいいや、人思い、あーよかったね、ワンちゃんみたい、とっても美味しいです、はい、よかったです、
ありがとうございます。ユニバのスタッフさん優しい。そう、美人おしゃれスタッフさんがいる。今日はみんなすぐ教えんするよ、どうせ見たら。うん、みんなおしえんするとだからあんまり現場 の, あの前線に立たない方がいいかもしれないみんなおしえんしちゃうから清田さんピンポン玉になったってよかったね。うん、もうピンポン清田でいいんじゃない。なんかソロ芸人ソロ芸人見えるけどピンポン清田いいじゃん。うんまっ、食べたいね。かいっぱい写真撮りたい。やっぱりリカちゃんってそういうところがプロだよな。なんで、うん、違うんだよ。いつも好きやらは写真撮りたい。リカちゃんって本当に偉い、ちゃんと写真撮るもん。いつも写真、ひなたは撮ってない。ひなたは頑張らないとできない。でもリカちゃんは何だろう、もう本能でそれができるから尊敬する。そうなんだよね、うん、SNS 狂いだからSNS にしか生きてないから、だからネット上にしか存在しませんの顔がある。やっぱり加工までが化粧といったような、さすがインスタ、いやインスタグラマーじゃないです。私はただのあの旅人です。なんて旅人です。はい、こんにちは。今何分だろう。25始まるやん。もうソロですよ。おやつタイム終了やん。おやつタイム終了やん。旅人は初耳。そうだよね。じゃあこのでっかいの食べたら始めます。最近ルッキー美味しいだよね。ほんまはんは TikToker ですもんね。確かにひなたはほんまひなたってカタカナで、楽屋でもね TikTok 撮りますって言って喋っちゃう。そうそう、いつも TikTok、はい、そう、NGT48 次何？セブンスシングル？エイスシングル？エイトスシングル？エイスシングル？不意打ちレッドスキニー聞いてください。決まっちゃった。そう、なんか社名会とかで赤いスキニーパンツ履いてくる男の人って不意打ちでおもろいよねっていう話から、不意打ちレッドスキニー絶対にデートに入ってほしくない服ナンバーワン。確かに男性のスキニーってあんまり魅力感じないかも。そうでしょ、嫌だよねって。あとドクロのピチティ着てちょっとあの丸ポッチが透けてる人も嫌だ。ひなたは何か分かりません。具体的すぎてひなちゃんヘンチャだよね。具体的でやだ。そんな曲のヘンチャやよ。そうだよ、ひなたがセンターって言ってたんだよね、この間の話。あ、センターひなただよって言ったから。冬打ちレッドスキニー、そんな曲こそはるかだろ。絶対書いてくれる秋元さん、これ自信ある。冬打ちレッドスキカフェテリアで見つけるレッドスキに入ってで、ね、嫌だなって思って帰るんだよね。
まあ、それでは。そうそう、できてるから。いってまいります。見てくれはった、ありがとうございました。センター入れます。18、茨城のゆきさん、12、亀町、3、2、3、11、俊さん、10位、ピースのおさん、9、ゆずきちさん、8、もっちんさん、7、おちてんさん、6、おにおさん、5、やすけんさん、4、かとうさん、3、いおさん、3、2、おくらんむきん、あっこはぐさん、9、はこよ、はこよさん、ありがとうございました。センターはレッドスキーに行きますか。あ、ひなたは履くよ。やだ。ひなたは履く。ひなたは履く。うん。ひなたは普通のミニスカートがいいです。じゃあ赤いミニスカート履きます。ジーンズ生地の赤いミニスカート。やに、なんだかんだ似合いそう。確かに。なんだかんだ似合いそうとか言われたらなんだかんだ似合っちゃうからやめてほしい。やめろしいって言うのやめて。それではまたさよなら。